眠い。ねえ、私の枕になってくれない？私たちの元気が合わさればどんなことも楽勝だね。この調子でいっちゃうよ。のんびりしてる暇はないんだから。君と過ごすことにより、私はさらなるパワーアップを遂げたのだ。どや！絶好調！どんな事件も魔物もかかってこい！この初音ちゃんにできないことなどないのだ！なんて、ちゃんとわかってるよ。私がこうやって安心して人助けできるのはしおりんと君のおかげだってこと。だから今日はそのお礼を。やっぱり無理。恥ずかしいからまた今度。いつかお礼するから、これからもよろしくね。眠いな。ねえねえ、君も一緒に寝ようよ。君が一緒に寝てくれたら私は元気100万倍になれると思うんだ。最近しおりんに私が君の話ばっかりしてるって言われるんだけど、そんなことないよね。あれ？ないよね？しおりんのことも君のことも私が絶対守ってみせる。だから安心してそばにいてね。実は君に話したいことがあるんだ。それはね、いつもありがとうってこと。私と一緒に人助けしてくれるのは君だけだよ。君って本当に優しいよね。いつも私のこと気にしてくれて、助けてくれて、それに私の秘密も黙っていてくれて。君といつまでも一緒にいたいな。って私何言ってるんだろう。忘れて。
痛かったような、すや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 、眠いからだよ、すや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 、あと5分だけ、あと50分だけ、すや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 、うるさい。でも眠い。すや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 、わたしの眠りは何人たりとも妨げられないのだ。にゃんにゃん。丈夫丈夫。すや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 。なんか謝られた？すや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 、うにゃ、気にしない気にしない、すや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 、うわー、揺れてる。でも寝る。私の眠りは何人たりとも妨げられないのだ。にゃんにゃん。お母さん、ここすっごく高いよ。こら、ベランダの柵に登っちゃダメでしょ。早く降りなさい。大丈夫だよ。100%。 大変だ。子供が2階から落ちるぞ。誰か受け止めるんだ。起きて早々一大事。ここは私にお任せなのだ。全力全開。何が起きているんだ。子供が浮いてるぞ。魔法とは違うようだが。
跡じゃ。神様の奇跡があの子を助けたんじゃ。大丈夫だった？よかった。やった、大成功。キラーン。いいことした後は気分がいい。隣に人が。あなた、もしかして見てた？そうそう、魔法なんだよ。私魔法使いなのだ。なんていう魔法なのか。それは超能って危ない。とにかくすごい魔法なの。とにかく今のなし。私は何もやってないから。超能力なんてあるわけないよ。そんなの信じてるなんて。え、超能力とは言ってない。しまった。誘導尋問ってやつだね。でもまだ証拠は足りないはずだよ。どんな拷問にかけられたって私は口を割らないのだ。え、何？子供を助けるなんて偉いって。そうかな。褒められると照れちゃうな。でも大したことじゃないよ。子供が危ないって思ったらとっさに超能力が出ちゃっただけだから。って、あー、自分で超能力使ったって言っちゃった。バレちゃったら仕方ない。君にだけは特別に教えてあげよう。実は私は超能力者なのだ。キラーン。超能力って何かって。せっかく一大決心で話したのにそんなリアクションなの。超能力っていうのはね、私が生まれた時から持ってるすっごい力なんだ。魔法と違って勉強して覚えたんじゃないんだよ。飛んだり瞬間移動したり物を動かしたり、いろんなことができるんだ。あ、魔法みたいに攻撃することもできるよ。でもこのことは秘密だからね。あ、お願い、誰にも言わないでね。もし超能力が使えるってバレたら地下組織に売られて強制労働させられちゃう。人体実験とか解剖とか。やだよ。ねえ、絶対に黙っててよ。いや、約束してくれるの？ありがとう。超能力を見られたのが優しい人でよかった。私の名前は初音。ねえねえ、君は？すや。ごめんね。私超能力使うとすぐ眠くなっちゃって。限界。おやすみ。どうしよう。人がいると思ってなくて。とにかく今のなし。私は何もやってないから。超能力なんてあるわけないよ。そんなの信じてるなんて。え、超能力とは言ってない。しまった。誘導尋問ってやつだね。でもまだ証拠は足りないはずだよ。どんな拷問にかけられたって私は口を割らないのだ。え、何？子供を助けるなんて偉いって？そうかな。
えへへ、褒められると照れちゃうな。すやすや。すやすや。すやすや。おい、見ろよ。こんなところで女が寝てやがるぜ。とりあえず金目のもん奪っとくか。ついでにちょっくら楽しませてもらおうぜ。なんだてめえ、邪魔しようってのか。おい、話してる間に女が消えちまったぞ。どこ行ったんだ。てめえが何かしたのか。よくも俺たちの獲物を。ああ、待ちやがれ、逃げる気か。すやすや、すやすや、すやすや。なんだ、王城の前で寝ているやつがいるぞ。怪しいやつだ。逮捕しろ。お前もこいつの仲間か。まとめて逮捕する。起きるにはまだ早いよ。すやすや、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 すやすや。魔物の声がする気が。にゃんにゃん。でも家の中に魔物がいるわけないし。あ、これ夢なんだ。よかった。じゃあおやすみ。揺れてる。寝心地悪いよ。すやすや。苦しい、息できない。でも、眠い。すやすや。ことがあって、知らないうちにふわふわ飛んでっちゃうんだよね。君に迷惑かけちゃったから、そのお詫びと見守っててくれたお礼しないと。何かしてほしいことない？何でもしてあげるよ。へえ、
わないでよ。私の気が収まらないから。ねえ、何かさせてよ。私には超能力があるから、大抵のことは。って、うわぁ、魔物、大変だよ。あ、そうだ。見守っててくれたお礼に、今度は私が助けてあげるね。瞬間移動で魔物から逃げちゃうよ。でぇ、到着。一瞬で逃げ切っちゃったよ。すごいでしょ。イエーイ、ピースピース。あれ、でも知らない洞窟に瞬間移動しちゃった。君、出口の方向わかる？わからないよね。私もどっちに行ったらいいかわかんないや。でも丈夫丈夫、大丈夫だよ。また超能力で移動すれば。ああ、瞬間移動したからまた眠くなっちゃった。にゃー、ごめんね、おやすみ。すやすや。私にできることなら何でもいいよ。どーんと任せてよ。私には超能力があるから、大抵のことは。って、うわー、魔物、大変だよ。機嫌良さそうに見える？ねえ、やっぱり分かっちゃうんだね。実はね、これから牧場に行って妹に会ってくるんだ。久しぶりだからもうワクワクなんだよ。しおりんって言ってとっても可愛い妹なのだ。早く会いたいな。え、君も牧場に用があるの？じゃあ一緒に。で、君、足元危ないよ、水たまりが。あー、転んじゃった。ぬかるんで滑りやすくなってたんだね。大丈夫？いつもなら超能力で助けてあげられたかもだけど。でも今日はダメダメ。超能力使って寝ちゃったらしおりんに会えなくなっちゃうもんね。今日は君がピンチになっても何もできないから注意してね。じゃあ牧場に出発。
訳は牢屋で聞こう。連行させてもらう。やれるもんなら力ずくでやってみろ。かかってやがれ。怖い人と騎士団の人が揉めてる。助けたいけど超能力は使えないし。てめえ何しやがる。話しやがれ。おお、協力に感謝する。もう少しそいつを抑えていてくれ。すぐに手足を拘束する。くそ、邪魔すんじゃねえ。うわすごいな。いっぱい怪我しちゃったね。まだ痛む？私も本当は助けに行きたかったけど、超能力を使ったら眠くなっちゃうから。でも君はすごいね。超能力もないのにすぐ助けに行って、私感動しちゃったよ。なんというかすっごく。しー、誰か。魔物がおじいさんを襲ってる。こら、やめなさい。悪い魔物は超能力で吹っ飛ばしちゃうから。でーい。よし、これで解決だよ。さすがに見過ごせなくて、超能力使っちゃった。どうしよう、眠くなって。すや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 。うん、よく寝たって。ダメダメ、寝ちゃダメだったんだよ。どうしよう、もう暗くなっちゃうし、しおりに会えないよ。あれ、ここって牧場？わっ、なんで私、君におんぶされてるの？え、私が寝ちゃったからここまで運んでくれたの？そっかありがとう。じゃあしおりんのところまでもう少しあるから、そこまでお願いね。ケチ、もうちょっとくらいいいでしょ。ほらほら、出発。しおり、会いに来たよ。お姉ちゃん、来てくれたの？ありがとう。わーい、ありがとう。えひひ、君の背中、あったかいね。しおり、会いに来たよ。お姉ちゃん、来てくれたの？ありがとう。会うのは久しぶりだよね。嬉しいな。うん、お姉ちゃんも嬉しいよ。でも、今日も来られるかわからなかったんだよ。途中で超能力使って寝ちゃったから。彼が運んでくれたおかげだよ。しおりん、しおりん、彼はすごいんだよ。私のこといつもいつも助けてくれるんだ。そうなんだ、ありがとうございました。お姉ちゃんまでご迷惑をかけてしまったんですね。知り合いだったの？うん、私もこの人にはいつもいろいろ助けてもらってるの。なんか納得できない。納得って？お姉ちゃん、どうかしたの？わかんない、とにかくモヤモヤするの。君のバカ。
てありがとね。あ、そうそう、お会計の時に何かもらって。うわぁ、何この光、眩しい。なんだか急に眠く。まだ超能力も使ってないのに。すやすや。君は買うもの決めた？私はまだ悩んでるんだけど。あ、いいの見つけた。これにしようっと。どうしたの？私の手掴んだりして。え、同じ商品を取ろうとしただけ？そっか、君もこれが気に入ったんだね。でもどうしよう、これ最後の一個みたいだよ。よーし、こうなったらじゃんけんで勝負だよ。勝った方のものだからね。それじゃ、行くよ。じゃんけんチョキ。あー、負けちゃった。惜しかったのに。でも仕方ないよね。じゃんけんって言い出したのは私だし。君が買っていいよ。何？私が超能力を使うと思ったの？じゃんけんに勝つために？舐めてもらったら困るよ。超能力は私欲のためには使わないのだ。キラーン。いらっしゃいませ。お買い物をしたレシートで漏れなく福引きができます。見て見て、福引きだって。さっき買い物したからできるはずだよ。行ってみようよ。はい、いらっしゃいませ。この金額だと2回挑戦できますね。1等は旅行のペアチケットだって。旅行か、楽しそうだね。バシッと当てちゃってよ。白ですね。残念賞のティッシュです。あー、外れちゃった。でももう1回あるよね。私が回していいの？よーし、頑張っちゃうよ。一等だったら君と旅行か。すごいな、すごいな。あ、でも超能力は使わないのだ。うん、使わない、使わない。超能力は使わない、超能力は使わない。ちょっとしか。でも旅行のペアチケット、欲しいよ。色は白。残念賞のティッシュになります。うん、ぐ、外っちゃった。やっぱりダメだよ。でも旅行のペアチケット、欲しいよ。色は白。残念賞のティッシュになります。うん、ぐ、外っちゃった。引き、残念だったね。超能力使えば当てられたと思うけど、やっぱりそういうズルはしちゃダメだよね。それはそれとして、お買い物の続きを。あった、このトートバッグ探してたんだ。見て見て、かわいいよね。君もこれ探してたの？でもどうしよう、これも最後の1個みたい。仕方ないね。よーし、
たじゃんけんで勝負だよ。じゃんけんぽん。あー、君はチョキ。こうなったら、えい、ぐぐぐぐぐ。やったー、君の手グーに変わったよ。ということは私の勝ち。え、超能力使ったから反則？バレちゃった。ごめん、どうしても欲しかったんだ。許して。これ妹のしおりんが欲しいって言ってたからプレゼントしてあげたくて。でも鶴はダメだよね。うん、わかった。このバッグは君が。え、私の勝ちでいいの？お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらすぐに忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。にしても初音って意外としっかりしてるのね。場所を気にしないで寝ちゃったりとか結構抜けてるところもあるから、超能力も使いまくりかと思ったけど、自分のためには使わないってなかなか簡単にできることじゃないわよ。普通なら誘惑に負けちゃうもの。でもあの子は固くなに人のためにしか使わないのよね。そういうところはあんたと似てるのかもね。自分より他人を優先しちゃうっていうか。初音が無理しすぎないようにあんたが支えてあげなさいよね。しっかりね。家で寝ちゃったんだ。でも今日は超能力使ってないんだけどな。え、君も寝てたの？へー、なんでだろう。あ、でも面白い夢が見られたからよかったかな。君とお買い物してたんだ。そうそう、福引きを。で、なんで知ってるの？同じ夢を見てたんだ。不思議なことってあるんだね。でもどうせ同じ夢ならもっといい夢が良かったよね。福引きがちゃんと当たったりとか。そういえばさっきお買い物した時福引き券もらったんだ。夢では外れちゃったから今度こそいいもの当てようよ。もちろん超能力は使わないよ。ちょっとしか。私の超能力みたいだね。わあ、なんかすっごい数の魔物だよ。これはさすがに超能力を使わないと無理かも。逃げよう。私に捕まって。超能力でひとっ飛びだよ。瞬間移動。うん、無事に逃げ切れたね。イエーイ、ピースピース。でも逃げるのに超能力使っちゃったからちょっと休まないと。ねえ、ここ気持ちいい場所だしお昼寝していかない？ほらほら、せっかくだから君も一緒に寝ちゃおう。ね、気持ちいいでしょ。じゃあお昼寝しよう。おやすみ。何？
眠れないの？というか顔赤いよ。どうしたの？もしかして熱かな。測ってあげる。おでこ出して。え、近づかれたらもっと赤くなっちゃうって。どういうこと？よくわからないけど寝つけないんだよね。だったら私に任せて。眠りに関することなら私だよ。でもどうしたら眠れるのかな。何かしてほしいことある？なるほど。じゃあ行くよ。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、羊が四匹、羊が五匹。すやすやすや。あ、いけない。自分が寝ちゃった。でも、もう限界で。すや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 。ずっとそばにいてね。うん、いいよ。それじゃあ、はつねちゃん特製の子守歌を。ねむれねむれ、むにゃむにゃにゃ。すやすやすや。あ、いけない。自分が寝ちゃった。でも、もう限界で。すや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 。ずっとそばにいてね。超回復。たくさん寝たから元気 100% だよ。君も寝られた？私寝言言ってた？それくらい気持ちよく寝てたってことかな。キラーン。すっごく調子いいし、なんだかパワーがチャージされた感じ。超能力も強くなっちゃってるかも。よかった。君も寝られたなら私も気分いいな。キラーン。すっごく調子いいし、なんだかパワーがチャージされた感じ。超能力も強くなっちゃってるかも。わあ、また魔物。ふっふん。でもさっきの私とは違うんだからね。今ならチャージした超能力でちょちょいのちょいだよ。隣で寝たおかげかな。あれ、どこ行っちゃったの？あ、もしかして魔物と一緒に吹き飛ばしちゃった？うわ、魔物が町に入ってきたぞ。誰か一緒にいるぞ。もしや魔物使い、貴様が手引きしたのだな。連行する。観念しろ。
話なの？永遠の眠りについてしまったお姫様が王子様のキスで目覚める話だよ。へえ、キスで目覚める？お？お姉ちゃん、どうかしたの？なんでもないよ。うん、あははは。今日は彼と買い物なんだよね。どうしよう。全然関係ないのにしおりんに本の話聞いてから彼の顔が浮かんで。だって私もよく寝てるし、もしかしたら私が超能力使って眠っちゃって起きないことを心配した彼がキスを。で、彼がそんなことするわけないよね。私何考えてるんだろう。おはよう。元気がなさそう？そんなことないよ。せっかく遊びに来たんだから楽しまないとね。あ、そうだ、何か食べに行かない？私お小遣いたくさん持ってきたんだよ。ほら、見て見て。私のお金が飛んでっちゃう。でも大丈夫、超能力で引き戻せば。って待った待った、超能力使ったら寝ちゃうよ。そしたらキスが。別にどうもしないよ。あんなに遠くまで飛んでっちゃったら私の超能力でも取り返すには難しいかなって。そういうことだから後悔は諦めるしか。私のお小遣いが、頑張って貯めたのに。うわあ、今度は魔物？超能力で人間、わけにはいかないから走って逃げよう。瞬間移動はしないのかって？今日はそういう気分じゃないの。ほらほら、急いで。はぁ、よかった。なんとか今日一日超能力使わないで乗り切れそう。なったら、えい！よし、瞬間移動したからここまでは蜂も追ってこられないよね。って、わー！つい超能力使っちゃった。どうしよう、眠くなって。すやすや。私、寝ちゃってた。起きるまで待っててくれたんだ。もしかして私にキスとかした？ううなんでもない。してないならいいよ。変なこと聞いちゃってごめんね。はあ、よかった。そうだよね、起きないからってキスするわけないよね。あれは本の中の話なんだから。でも君になら。うわあ、私何考えてるの。恥ずかしい。君がそんなことするわけないよね。私は今日一日中なんでドキドキしてたんだろう。はあ、よかった。
ないからってキスするわけないよね。あれは本の中の話なんだから。でも君にならうわあ私何考えてるの。恥ずかしい。夢で見ちゃう超能力なんだけど、本当？君も超能力者だったの？カレーの夢を見たからお昼はカレーにした。そういうのは予知夢じゃないよ。あのね、ランドセルがなくなっちゃうの。予知夢で見ちゃったの。今夜ランドセルに隕石が落ちてくるんだよ。ものすっごくでっかいやつって言っても、君だって信じられないよね、こんな突飛な話。本当？ありがとう。やっぱり君は最高の友達だよ。でもどうしよう。そんなことになったらみんな困るよね。大好きな街がなくなっちゃうなんて悲しいよ。そうだね、せめて街の人たちだけでも避難を。でもこんな話信じてもらえないよね。私の力のことを言いふらすわけにもいかないし、もし超能力の話をしても信じてもらえるかわからないし。何かひらめいたの？え？この前たっぷり寝た時？あ、そうか！このアイナみたいにたくさん寝ればすっごい超能力が使えるかも。そしたら隕石だって壊せるかも。もし壊せなかったとしても軌道を変えられれば街に落ちないかも。明暗だよ。さすが君。よし、早速準備しに行こう。そうそう、予知夢で超能力を使っちゃうから起きた途端に眠くなっちゃって二度寝しちゃうんだよね。ってそんな話をしてる場合じゃないんだよ。あのね、ランドセルがなくなっちゃうの。予知夢で見ちゃったの。今夜ランドセルに隕石が落ちてくるんだよ。ものすっごくでっかいやつって言っても、君だって信じられないよね、こんな突飛な話。半分は信じてくれるってこと？それだけでも嬉しいな。でもどうしよう。そんなことになったらみんな困るよね。大好きな街がなくなっちゃうなんて悲しいよ。どうやって？そんなの無理だと思うけど。何かひらめいたの？え？この前たっぷり寝た時？あ、そうか！この間みたいにたくさん寝ればすっごい超能力が使えるかも。そしたら隕石だって壊せるかも。もし壊せなかったとしても軌道を変えられれば街に落ちないかも。明暗だよ。さすが君。よし、早速準備しに行こう。ここ私のお気に入りの場所なんだよ。気持ちいいからぐっすり眠れるんだ。ねえ、君も一緒にお昼寝しようよ。君の隣にいるとよく眠れるから。ね、
いいよね。いいの？ありがとう。ほらほら、横になって。おやすみ。よく寝た。うん、元気 200% だよ。あ、まだ寝てるんだ。君はここで寝ててね。もし私が失敗してもここなら安全だと思うから。でも絶対に成功させてみせるよ。みんなの町を守らないと。全力の超能力で私の命に変えてでもランドソルを守るよ。いつも助けてくれてありがとね。眠っちゃった時に守ってくれたり、超能力のこと隠してくれたりとか。君と一緒にいるようになってから毎日すっごく楽しかったよ。あ、それと念のため、もし私が失敗しちゃって隕石にぺちゃんこにされちゃったら、シオリンのことよろしくね。私が一番一番一番大事なシオリンのこと、君なら安心して任せられる。シオリンの隣に君がいてくれたら、きっとシオリンも喜んでくれると思うよ。そしたら私も嬉しいな。でもちょっと羨ましいかな。ちょっと悔しいかな。ちょっとじゃないかな。最後かもしれないから言っておくね。私君のこと大好きだよ。寝てる時に言うなんてずるいかな。でも最後だし許してね。じゃあ行ってくるね。本当に落ちてきた。もうよちむなんて外れてもいいのに。でもいっぱい寝たから大丈夫。あんな隕石なんてババーッと壊しちゃうよ。重い。たくさんチャージして全力以上の力が出てるのに隕石壊せない。このままじゃ。あれ急に軽くなった。いきなり超能力がパワーアップして、これってもしかして、やっぱりこれは君の力。もう一人で頑張るつもりだったのに、君だけは来ないで欲しかったのに。でもこうなったら絶対に成功させないとだね。一緒に頑張ろう。行くよ。やったよ。隕石壊せた。君のおかげだね。よかった、みんなの町を守れたね。実は君とももう二度と会えないかもって思ってて、だから寝てる隙にあんなこと言っちゃったんだけど、寝てる隙に、ねえさっき寝てたんだよね。私が言ったこと聞いてないよね。何をって、それはその、だい、また眠くなっちゃったよ。大事な話をしようとしたのに。ありがとね。
私の部屋模様替えしてもうちょっと可愛くしたいんだ。可愛い置物とかあるといいんだけど、どういうのがいいか迷っちゃって。君の意見も聞かせてほしくて呼んじゃった。というわけで早速お買い物に。うわ、眩しい。これってこの前の？あれまた眠くなって、すやすや。動物園楽しかったね。ねえねえ、お土産も見ていこうよ。せっかくだからしおりんにプレゼント買ってあげたいな。どれにしよう。このパンダのぬいぐるみいいかも。こういうかわいいのはしおりんによく似合うよね。え、私にも似合うって？そんなことないよ。私に似合うのはこっちのトラとか。ガオーガオーガオー、君を食べちゃうぞ。何？君は美味しくない？そう？美味しそうだけどな。私より大きいから食べ応えもありそうだし、それにとっても優しいし面白いし真面目だしかっこいいし親切だし。あれ美味しそうなのと関係ないかも。私何言ってるんだろうね。なんで受け入れてるの？というか本当に食べたりしないよ。もう変なこと言うからびっくりしちゃった。え、お詫びにこのトラさん買ってくれるの？本当？ありがとう。じゃあ私にもお礼させて。カプッ。食べちゃった。ほっぺただけど。当たり前だよ。私のことを何だと思ってるの？もう変なこと言うからびっくりしちゃった。え、お詫びにこのトラさん買ってくれるの？本当？ありがとう。じゃあ私にもお礼させて。カプッ。食べちゃった。ほっぺただけど。はい、お疲れ様でした。初音って結構大胆なのね。びっくりしたわ。カプって何よ。カプって可愛すぎるんじゃない？とりあえずあっちの時みたいにこっちでも友好な関係を続けられてるみたいだし、もうしばらくはその生活を楽しんでいなさい。あんたにはそのうち頑張ってもらうことになるだろうけど、それまではね。それじゃ今回はこのくらいにしておくわ。バイバイ、またね。はあ、渡れちゃってた。あ、君も寝てたんだ。え、動物園の夢？それって私も見てたよ。前にもこんなことあったよね。私の部屋の模様替えだけど、ぬいぐるみを置くのはどうかな。可愛いと思うんだよね。え、買ってくれるの？やったー、ありがとう。何かお礼をしないとね。あれ、お礼って言えば、違うんだよ。夢の中で君を食べちゃったのは勢いというか、あまりに嬉しくてつい夢の中とはいえ
なんであんなことしちゃったんだろう。なしなし、夢のことは忘れ